ありがとうございました、ソルティリーナ先輩。ふむ、キリト、また課外授業の要請が来ているのだが、同行を頼めるだろうか。はい、もちろんです。ユージオにも声をかけますね。ごめん、キリト。そうか、なら仕方がないな。課外授業は3人じゃないとダメだし、とはいえできたら参加したいんだよな。そうだ、3人ってことなら。あ、いたいた、メディナ。あれ、でも何してるんだろう。紙みたいなものを剥がして回っている。メディナ、どうしたんだ。今はお前に構っている暇はない。あれ、この張り紙見るな。ああら、オルティナの初等練士、紙を落としたようよ。やめ。何何、欠陥品の一族オルティナノス家の王と追放令。そんなはずはないでしょう。王と追い出される貴族なんて聞いたことがないわ。そうだ、王都に住めない貴族なんて聞いたことがない。しかも二等爵士でその扱いなどありえるはずがない。そうよね、王都に住めない時点で本物の貴族かどうかも怪しいし。返せ。おい、こんな場所に張り紙するなんておかしいんじゃないか。何がおかしいのかしら。この掲示板は伝達事項を伝えるための場所よ。だがこれは誹謗中傷じゃないか。誹謗中傷？事実を伝達することのどこが誹謗中傷なんだ。いや、だからって。ここに書いてあるじゃない、オルティナノスケは氷協会の最高司祭様より欠陥品と呼ばれた。確かに我らオルティナノスケは欠陥品と呼ばれてきた。しかし古くは氷協会を武に優れた一族として支えてきた第一代目当主はハイノルキア流の始祖と呼ばれ。ならばなぜ欠陥品呼ばわりされるのかしら。それはオルティナノスケがそんな優れた一族だったなんて聞いたことないな。やはりただの欠陥品だろう。王都に住まわせてもらえない時点で皇帝陛下から信頼されていないことの証だからね。違う。何が違うんだい、説明してみてくれよ。欠陥品のオルティナノス初等練士。メディナ、まさか逃げるとは。ただの質問にも答えられないとは。確かにそう言えているわね。ムカつく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 。私はオルディナノスケの血を継ぐものだ。誇り高く、気高く、強く、正しく。メディナ、ここにいたんだな。どうして来たんだ。メディナに用事があったんだ。さっき言いそびれたから。用事？お前、その髪を。ああ、全部ひっぺがしてきたぞ。掲示板の紙を剥がすな、なんて決まりはないからな。ただ、処分する場所が意外となくて、ここまで持ってきてしまったというか。そうだ、ネストで燃やすか。
ちょうど練習になっていいし。よし、システムコール。バカじゃないのか。え？こんなことしたって何もお前の得にならない。まあ俺の得にはならないな。でもメディナは嫌がってた。そんな紙を放置したくないって思ったんだ。そう思ったってだけじゃダメなのか。なあ、教えてくれないか、オルティナノスケが一体なぜそんな目に遭わなくちゃならないのか。本当は欠陥品なんかじゃない、何か理由がある。そうだろ。なぜ？え？これまで生きてきて誰もそんなことを私に聞こうとはしなかった。一族が欠陥品と呼ばれる理由など問わず、ただ罵るだけだったのに、なぜお前はそれを問う？理由がないことは純粋におかしいと思うだけだよ。それに何よりメディナのご先祖様たちはみんな立派な人なんだろ。メディナが誇りに思っている人たちが欠陥品だなんて俺には思えないんだ。遠い昔、オルティナノスケは最高司祭様よりセントラルカセドラルに招かれた。そこである機密任務を賜ったことがあるという。機密任務？ああ、だがその内容は私たち子孫ですら知らない。その任務を我らオルディナノスケの先祖は何代にもわたって賜り続けた。だが一度たりとも成功したことはない。そして最高司祭様は最初の任務の失敗時にオルティナノスケは欠陥品だと発言した。それを知った皇帝や貴族たちはみるみるうちにオルティナノスケとの交流を絶ったというわけだ。そうしていつしか最高司祭様も我らの実力を見限っていったのだろう。セントラルカセドラルにオルティナノスケが招かれることもなくなっていったのだからな。そんなことがあったのか。それにしても何か違和感を覚える話だ。まずはその任務がどんなものだったかが謎で包まれていること、そして欠陥品と呼んだ一族を失敗の後も何度も氷協会に招いて任務を行わせようとしたこと。最高司祭様は任務の失敗を理由に欠陥品と我らを呼んだ。だがあまりにもむごい仕打ちを。メディナ、大丈夫だ。なぜかいつもこのことを考え始めると右目が痛み始めて。妙だ、急な右目の痛み。ただの体調不良なのか。それにしてはあまりに唐突な気がする。いや、正確に言うと何かとても嫌な感じがした。もう平気だ。そうか、ならいいけど、さっきの話を聞く限りメディナのご先祖様たちはやっぱり欠陥品なんかじゃないな。なぜそう思う？たとえ大切な任務を失敗したとしてもやり直そうとみんなが努力をしてきた。そうだろ？ああ、だからこそ私はその意志を継ぎ聖号騎士になり、最高司祭様のもとにひざまずいて今度こそ武功を立てる。そんな扱いを受けてもなおメディナは最高司祭に仕えたいと考えているのか。そこまでの権威を持つ最高司祭とは一体。
ねえ。なあ、つまり、だけど、そっか、そういえば、ん？あのね、それで。だけど、なあ、うん、それで、でも。ユージは、そうだ、キリト、なあ、え、よし、おめでとう。もしかして、ああ、それで、やれやれ、大丈夫だよ。ありがとうね。いいね。よかった。大切にするよ。ああ。あのさ、なあ、キリト、でも、つまり、ユージは、うん、キリト、大丈夫だよ。ああ。あのさ、そう。
それは。ああ。なあ。ダメだ。頼む。随分機嫌が悪そうだね。ジーゼック初等連士、何のご用で？聞いたぞ、課外授業中に資料地で貴族に無礼を働い。無礼はお互い様ですが、というかなぜジーゼック初等連士が。その貴族はライオス殿や私の家が親しくしていただいている方なのだ。なるほど。貴様らのせいで我々が咎められるようなことになれば。ウンベール、その辺にしておけ。ライオス殿、以前も言っただろう、こやつらは禁令持ちの貴族とそのものから教育を受けている平民だ。こやつらに節度や礼節を求めるだけ無駄なのだ。そうでしたな。キリト初等連士。何ですか、アンティノス初等連士。見事な剣技を披露したそうだな。いつか私も手合わせしていただきたいものだ。ああ、それでは失礼するとしよう。行くぞ、ウンベール。相変わらず横柄な二人だな。ソルティリーナ先輩にまであんな風に直接失礼なことを言うな。リーナ先輩、先にユージオと二人で料理。キリトはどうするのだ。少し寄っていく場所があるので。そうか、わかった。それじゃあキリト、先に戻っているよ。うん、また後でな。ライオスのあの態度気になるな。とはいえあいつ、とりあえずゼフィリアの様子を見てさっさと寮に戻ろう。アンティノス初等連士、ジーゼック初等連士。おやおや、ちょうどよかった。キリト連士、先ほどはウンベルが強い態度で当たって悪かったな。聞くに、立ち合いで使ったのは曲芸じみた剣術だそうだな。あんたら褒めているのか、それとも喧嘩を売ってるのか。とんでもない。上級貴族は決して平民に何かを売ったりしないのだよ。貴殿の曲芸、いや剣刀をたたえてこれを進呈しよう。では我々はこれにて失礼する。おやすみ、キリト殿。いい気になるなよ、無性の輩が。アンダーワールド人は決して法を破らない。だがそれはこの世界の全住民が善人だということではない。法で禁じられていないことなら何をしてもいいと考える奴らも厳然と存在するのだ。ごめんよ。この花を育てようとした理由の第一は、この世界におけるイメージの実験をするため
そして第二の理由は、以前本物のゼフィリアを見てみたいと言っていた。しかし今、三つ目の理由に気づいた。俺はきっと異国の土で懸命に咲こうとしているこの花に、次現実世界から親しい愛しい人々から切り離され、いつ再会できるかもわからない寂しさや苦しさを花たちと分かち合おうとしていたのだ。信じなさい。声、いや、でもどこから。異国の土でここまで育った花たちの力を、そしてその花をここまで育てたあなた自身の力を。北の洞窟で聞いたアリスの声の幻聴とも違う。霊帝も、もうみんな死んでしまった。大丈夫、土に張った根はまだ生きようとしているわ。それに感じるでしょ、この花壇に咲くたくさんの聖花たちが小さな仲間を助けたいと願っているのを。あなたならその願いをゼフィリアの根に伝えられる。無理だよ、俺にはそんな高等な神聖術は使えない。あらゆる術式は真意、あなたのイメージを導き整えるための道具に過ぎないわ。今だけは色覚も媒体も必要ない。さあ、涙を拭いて立ち上がって、そして感じて花たちの祈りを、世界の断りを。頼む、力を、命を、ほんの少しだけ分けてくれ。イメージした通りに聖火から放たれる生命力がゼフィリアに流れ込んで、再びつぼみを膨らませ元通りに。なんて不思議な世界なのだろう。万物は仮想世界のオブジェクトであるはずなのに、その一方で現実世界をもはるかに超える美しさを、生命力を、そして意志を備えている。ありがとう。どうしたんだ？やっ、すまん。リーナ先輩の卒業試合の前に、俺たち初等練習にはある関門が待ち受けていた。それは上級修験士への昇級試験だ。この試験で俺と勇者の命運は決まる。なぜなら聖号騎士になるためには上級修験士になることが最低条件であるためだ。
いよいよだね、キリト。ああ、緊張するよな。ついに強化って思うと。長いようで、あっという間だったな。学院に来て1年が経つなんて信じられないよ。ああ、でも今しみじみしている暇なんてないぜ。重圧をかける気はないけど、この試験にかかってるからな。うん、そうだね。聖号騎士になるにはまずこの戦いで上位10人以内に入らなくちゃならない。ん、ちょっと真面目な話してたのにどうしたの、キョロキョロして。いや、メディナの姿が見えないと思ってさ。え、そういえば確かにメディナはいつも試験の時は早めに来て練習してるのにさ。ああ、そうだね。もう1時間前だし。何か聞いていないの、キリト。なあ、ユージオ、もしもの話なんだけどさ。もしも俺がお前にすごい隠し事してて、それについて悩んでるとして、その隠し事は絶対にユージオには知られたくない。そんな時ユージオだったらどうする？難しい質問だね。だよな、変なこと聞いて悪かった。待って、答えになるかどうかは分からないけど、もしそんな状況になったとしても僕はキリトのために何とかしたいと思うよ。隠していることを知ってキリトを傷つけるかもしれないって思っても放ってはおけないから。その友達だからね。ほうほう、ユージオ君は優しいな。さすが俺の大親友だ。やめろよ、なんか恥ずかしいだろ。それより何かあったの？いや、少し聞いてみたかっただけなんだ。深い意味はないよ。それならいいんだけど。なぜここへ呼び出したの？試験はもうすぐのはず。君のためだよ。どういう意味です？欠陥品のオルティナノスケが身の丈に合わないことをするのを防ぐためだ。私は何も。何も悪いことはしていない。何も自分に責任はないのになぜいじめるの？そういう態度、昔から大嫌いだったよ。でも不思議だな、それを見るたびもっといじめたくなる。行かなきゃ試験に間に合いません。だからそんなことをする必要はないんだ。欠陥品にはふさわしくないからね。欠陥品が昇級試験で勝ち進むなんてありえない。知っているぞ、君が今日のためにわざわざ手抜きをしてきたこともね。違う、私の目を欺こうとしてもそうはいかない。オルティナノスの小賢しさは誰よりも知っているんだ。今日のために頑張って稽古に励んできたこともよーく知っているぞ。どんな法をもってしても私をここに縛りつけることはできないはず。どうしてください。それが婚約者に対する口の利き方か。これは天命を減らす意図ではない。夫から妻へのしつけだ。なぜ？お前との婚約は解消するからだ。そんなことがあるわけ？幼い頃、父上からお前との婚約を取り付けられたと聞いた時は心から悲しんだよ。こんな卑しいオルティナノスケの人間と婚姻するなど、死んでもごめんだからな。だが父上はこう言ったんだ。これはあくまで口約束。教会で誓う本物の婚姻と違い、私の気分次第でいつでもこの制約は破れるとな。一体何を言っているの？そう、この制約をどう扱うかはお前の自由だと父上は言ったんだ。だから
存分に利用させてもらったよ。私を好きなように扱うために。それ以外何の目的があると言うんだ。愛されるような価値が自分にあるとでも思ったのか。随分と楽しませてもらったよ。衝撃を受けて動けないのか。では逆に聞こう、お前みたいな欠陥品の一族、一体誰が何のために相手にすると思う。利用する目的以外に何もないだろう。いやとはいえ、これまでは本気でお前を妻だと思っていたよ。つまり禁忌目録違反など犯していない。お前は私を失望させた。これよりお前との婚約を破棄する。私はこんなことも知らずにずっと従い続けてきたというの。それではな、メディナ・オルティナノス、欠陥品の一。動かない。行かなきゃいけないのに。おや、お坊ちゃん、こんなところで何を。もう鍵をかける時間なのに。ああ、忘れ物をして取りに行ったんだ。中は確かめたので施錠して大丈夫ですよ。ここに人は誰もいませんから。わざわざ教えてくださりありがとうございます。ありがとう。それでは失礼するよ。どうして、お願い、何でも何でもするから許して。結婚品は人ですらない。ずっとそう思っていたというのか。だからあんなひどいこと。一族を守るためあの男に従い続けていたというのに、私は何のために。なんと愚かなんだろう。やっぱり欠陥品の姿が見えないな。いざとなると弱気になったか。所詮は欠陥品だもの。大した実力もないから敵ではなかったけどね。まったく性格悪いな。ああ、本当にね。いや、お待たせ。あら、遅いじゃない。心配したわよ。悪い悪い。まあ、未来の旦那様として情けないわよ。許してくれよ。おひ、あいつメディナの婚約者じゃないのか。どうして別の女の人と。あんな、少しゴミの掃除を手伝っていたんだ。もう終わったけどね。貴族がゴミの掃除するわけなさそうだけどね。なんだろう、すごく嫌な感じがする。今の声、メディナ？なんで？剣の実技試験はこれより30分後に開始する。生徒各位は自分の試験番号と組み分けを確認し、各会場に向かうことを命ずる。そろそろか。緊張するね、キリト。友情、悪い。悪いって何が？絶対に間に合うようにする。でも心配かけるから先に謝っとく。ちょっとキリト、どこに行くの？とはいえどこにいるか見当はつかない。
でも探しに行かないと。お前みたいな欠陥品の一族、一体誰が何のために相手にすると思う？助けを求めたところで最後はみんな裏切るんだ。欠陥品とは話すなってお母様から言われたの。だから私は助けなんて求めない。自分の力で全てを変える、そのためにここへ来たんだ。誇りを持ち続けなさい。お前は私の大切な娘だ。父上、私何も成し遂げられないの。メディナは絶対にいい剣士になるぞ。私なんかよりもな。メディナ、本当にすごいな。なんで？その、そうだ、立ち会い、俺と立ち会いしてくれ。道場なんかで友達やるほど俺は優しくないよ。メディナが誇りに思っている人たちが欠陥品だなんて俺には思えないんだ。俺はメディナの友達だ。だからこんなこと黙っていられない。あいつだって同じ。最後は私に背を向ける。本当にそうなのかな。わからない。わかりたくない。もう傷つきたくない。メディナ、キリト、メディナ、メディナ、大丈夫か？いろんなところ探して、メディナとあいつをこの辺りで見たって人がいて、それで物音がして清掃の茶に鍵を借りたんだ。お前、細かい話は後だ。早く行かないと試験に間に合わないぞ。私に関わるなって言ったのに、なんで？俺が勝手に関わりたかったから来たんだ。メディナ、大丈夫か？何が？いや、その涙。何でもない、大丈夫。分かった、それじゃ急ごう。キリト初等練習にメディナ初等練習、遅いぞ。3分前ぐらいだから大丈夫ですよね、先生。まあそれはそうだが、早く準備しなさい。わかりました。お前、欠陥品と薄汚い平民が揃って現れるとは、よく間に合ったな。欠陥品、確かに私は欠陥品かもしれません。あなたに備わっているある感情が私にはありませんから。ある感情？一体なんだ。反論するとは生意気だぞ。自分より強い人間を潰そうとする腐った根性だ。お前、結果は試験でお見せします。楽しみにしていてください。メディナ、おめでとう。
見事剣術試合で8位入りするなんてすごいよ。お前とユージオの方が順位は高かったがな、悔しい。正直だな。当たり前だろ、新生術の試験では負けないからな。いやはや、お見事と。ん？私に何か用があるのですか？不思議なこともあると考えただけだ。欠陥品が私よりも上位になるとはな。結果は結果、事実です。ふざけるなよ、欠陥品の一族。おい、私に敗北したことが真の結果ではないと。敗北だと？いい気になりやがって。なあ、そうだとも、私が認めるはずがないだろう。なるほど、では本当の決着をつけるとしましょうか。メディナ、あなたが本当の決着をつけたいなら、ほう、やましいことは何もないからです。ほう、ではもし私が勝ったら試験の結果を不正と認めろ。そして再び私の命令に従ってもらうぞ。いいでしょう、負ける気はないので。メディナ、何考えているんだ。あいつ何するかわからないぞ。大丈夫？ああ、わかった。では行く。くそ、こんな力がなぜお前に。抵抗したとて貴様を許すつもりはない。どこにも逃がすものか。お前みたいな欠陥品の一族、一体誰が何のために相手にすると思う。利用する目的以外に何もないだろう。お前もあのバカな父親と同じだ。欠陥品のオルティラノス。許さない、許さない。私はこいつを、これがオルティラノスの剣だ。右目が痛い。殺さないでくれ。私、何を。勝負は終わりだ、勝者はメディナ。な、何をする気だ。やめろ。立ち合いをお受けいただきありがとうございます。あなたのおかげで誓いを果たせました。誓いだと？亡き父に私が誓ったことです。オルティナノスケは強く正しく、何があろうと誇りを失わない。父亡き今、私は必ずやその誓いを守り抜く。よかった、一部の貴族以外はちゃんと拍手してるね。ああ、まともな神経の持ち主ならわかるはずだからな、真の勝者が一体誰なのか。そうして剣技の試験は終了した。しかし成績上位者には、
おいメディナ、まだまだ肉あるぜ。せっかくお疲れ様会のために買ったのに食べないのかよ。お疲れ様会？俺たち無事に上級集権士になれたねの会とかいう変な名称の会じゃなかったのか？どっちでもいいじゃないか。それにしてもメディナの戦いはすごかったな。どうかしたのか？キリト、私はあの時本当にあいつを殺そうとしてしまっていた。しかし右目が激しく痛んで剣が止まったんだ。メディナ、また右目が？メディナが殺意を覚えた時に痛んだということは、いや、それでよかったんだよ。メディナは十分あいつを見返したぜ。自分の力で誇りを取り戻したんだ。そうだな。あ、剣気から確かに感じたよ。メディナが背負うオルティナノスケの誇りをな。キリト、お前に一つだけ。ん？どうしてあの場所に来たんだ？言っただろ、俺を呼ぶ声が聞こえたからって。呼んでないし、呼んだとしても届くはずなんてない。いや、聞こえたよ。まあそあ。お、今日満月だな。昇級祝いにふさわしいというか、なんというか。月か。そういえばもうずいぶん長い間まともに見たことなかった。一人旅してたのに？ああ、私はずっと同じ夜を繰り返していた気がする。そうか。だが終わりのない夜の中にもただ一筋の光があるのかもしれない。不思議と今はそう感じている。ああ、俺もそう思うよ、メディナ。リーナ先輩は卒業トーナメントで首席上級集権者を破り、そして今日は卒業の日だ。おめでとうございます、リーナ先輩。今でも卒業試験での先輩の勇姿が頭に浮かびます。キリトは会うたびに私を褒めてくれるな。当然です。リーナ先輩は首席上級集権者を破って本当にお見事な試験。お前が貴族との戦いで見せてくれた剣技のおかげだ。不利な状況であろうと自信を持って全力で挑む。何より私はお前の姿を見て決意できたのだ。リーナ先輩、誇りは自分自身に対して持つものだ。だからこそ私はセルルド流と共に最後まで戦うと決めた。私の誇りのために戦ってくれたお前に報いるためにも、もう迷うわけにはいかないと思ったのだ。改めて言わせてくれ。ありがとう、キリト。本当に卒業してしまうんですね。どうした、寂しいのか？ねえ。そうか。だがお前のことだ。忙しさの中でどうせ私のことなど忘れてしまうさ。そんなことはありません。リーナ先輩は俺にたくさんのことを教えてくれた大事な人です。絶対に忘れたりなんてしませんよ。大事な人か。実はリーナ先輩に渡したいものがあるんです。お前には全力の剣技を見せてもらった。これ以上何かをもらっては申し訳ないくらいだ。気にしないでください。それに剣技を見せると決める前からこれを渡そうと思ってたんです。受け取ってください、リーナ先輩。これはまさかゼフィリアか？そうです。この花は西帝国にしか咲かないはずだ。手に入れるのに相当な苦労をしただろう。ねえ、確かに大変でした。けどリーナ先輩が喜んでくれると思って。
前にゼフィリアが見たいと言っていましたよね。リーナ先輩、覚えてくれていたんだな。当たり前じゃないですか。そうか、これほどの贈り物を私はもらったことがない。ありがとうキリト。お前と共に過ごした日々は私にとってかけがえのないものだ。ユージを上級修剣士ともご報告します。本日の掃除完了いたしました。ご苦労様ティーゼ。今日はもうこれで寮に戻っていいよ。で、ごめんねロニエ、あいつには何度も部屋の掃除が終わるまでに戻ってこいって言ってあるんだけど。いえ、報告を完了するまでが任務ですから。じゃあ悪いけどもうちょっと待ってて。なんていうか、その同室があんなやつで本当にごめん。いいえ、本当に気にしないでください。もしロニエが望むなら僕から先生に言ってあげるから、そば好きを他の人に代わってもいいと思うよ。あいつについていると1年間苦労するよ、間違いなく。おい、人の留守に何を言っているんだ。キリト上級修剣士殿、ご報告します。本日の清掃滞りなく完了しました。はい、お疲れ様。あのねキリト、外に行くなとは言わないけど、彼女たちのためにも掃除が終わるまでには戻ってきなよ。大体なんで窓から帰ってこなきゃならないんだ。東3番通りから帰ってくるときはこの窓が最短距離なんだよ。ロニエたちも覚えておくと役に立つわ。妙なことを吹き込むなよ。東3番通りってことは確かにあれは絶品だけど、だからってなんでそんなに山ほど買ってくるんだ。ふふん、欲しければ素直にそう言いたまえよユージオ君。寮に戻ったら部屋のみんなと食べろよ。ありがとうございます上級修剣士殿。いただいた物資の天命が減少しないよう全速で寮に戻ります。それではまた明日。ふん、なんだ。いや別、ただキリト上級修剣士殿はなんで僕らがここにいるのか忘れておいでじゃないでしょうねと思っただけだよ。忘れるかよ。あと3つようやくここまで来たんだぜ。まずは卒業検定試合で他の上級修剣士10人に勝って学院代表の座につく。次に帝国剣舞大会で騎士団や近衛隊のおっさんもぶっ倒す。最後に四帝国統一親善大会で2人とも勝ち残る。そしたらお前は正号騎士になれる。堂々と正面からあの塔に乗り込めるんだ。あと1年。